最愛第8話。優の不起訴によって15年前の事件以前の日常を取り戻しつつあるリオと優。しかし彼が不起訴となったことで事件自体は完全に迷宮入りかと思われましたが、真田グループを執拗に探っていたライターしおりとの過去のつながりが判明したことで、アキラの事件と一気に結びつき、彼女の切なげでやり遂げたとでも言わんばかりの潤んだ瞳に、彼女の受けた大きな傷と罪悪感を感じ、本当の正義とは何なのか、とすら考えさせられましたね。そんな彼女でしたが、リオと話した翌日、遺体として発見されました。今回の第8話では、橘しおりの死を境に、真田グループを陰で支えてきた専務後藤の行方がわからなくなってしまい、リオは加瀬と共に探すことに。後藤はこれまで行ってきた寄付金詐欺の証拠を消そうとしていました。警察では一連の渡辺親子殺人事件としおりの件がつながっていると考えるも、なかなか切り札が見つからず進展しない状況が続きます。そんな中、大輝はあるペンを見つけました。次回第9話は、ウェルネスホームのペンは、あずさが会社設立の記念品として特注で作ったもので、このペンはアキラの遺体と一緒に池から発見されたものと同じだった。この特注のペンを持っているのは、リオの他に、あずさ、正信、後藤と加瀬の5人。警察はこの5人の中の誰かが事件の時に落とした可能性があると睨む。同じ頃、捜査一課から外された大輝の元を訪ねてきたのは、富山県警の藤井でした。いつものように軽口を叩いていた彼は、帰り際に何かを言いかけてやめてしまいます。大輝はそのことが引っかかるようです。そして、正信が社長を務める真田ビジネスサービスの30周年記念パーティーが行われた翌日、真田ウェルネスの寄付金詐欺疑惑と、しおりの不審死に関する週刊誌のスクープ記事が出てしまい、ここまでで明らかになったのは、15年前のアキラ殺しは、優が最愛の姉を守るためにペグで刺してしまった、いわば正当防衛。しかし本人に記憶はない。康介の遺体を遺棄したのは、事件後間もなく亡くなった達夫。こちらも最愛の子供たちを守るため。現在起こったアキラの事件では、優がアキラの首に手をかけ池に落とすが、こちらは未遂。アキラは自力で池から這い上がるも、再び誰かの手によって反対側の池に落とされ死亡。これは前回の第7話からしおりの犯行の線が濃厚であるとも考えられます。真相不明の考察ドラマ。最終回を待たずして、あっけなく犯人像が見えてしまったという印象も強いですが、深掘りしていくと逆に何も解決していないこともわかります。これまでにいろいろと落とされていた伏線で、回収されていないものがまだあるので、この伏線回収こそが真実への道筋だと考えられます。康介の件は優が指したことを当時持っていた携帯電話に残っていた動画ファイルが示してくれましたが、康介の傷は腸骨まで達していたと警察の調べで分かっています。当時まだ子供だった優の手でそれほど深く刺せるでしょうか。とどめを刺した人間が他にいる可能性があります。さらに、康介の遺体を遺棄する際、達夫一人で車に乗せたり降ろしたりできたのでしょうか。こちらは大輝の相棒だった桑田が疑問に思いつぶやいていましたが、その場ではうやむやになっていました。この2点を合わせると、
とどめを刺した人物が息を手伝ったと考えられます。これが誰かは一旦置いておいて、アキラの件も疑問に思います。優が一度池に落とした後にもう一度落として殺害した人物がしおりの可能性が高いと見られるものの、二人の身長差を考えるとしおりの小柄な体で成人男性を突き落とすことは可能でしょうか。優、しおり以外にこの夜アキラと会っていた男性がいたのではないでしょうか。その男性こそ15年前のコウスケを殺し息までした人物と同一の可能性が高いです。15年前の関係者で男性に的を絞り消去法で考えていくと、岡山天音くん演じる藤井隼人が有力であると思いますが、いかがでしょうか。15年前は大輝らと一緒に陸上部に所属しており、現在は富山県警で刑事をしています。一連の事件に関しては同じく刑事となった大輝と連絡を取ることで状況の把握は容易にでき、かつコウスケの事件では遺棄現場が富山県なので自身が捜査に加わることで隠蔽などもできるのではないでしょうか。元陸上部やその関係者だった人物は事件の証言をするなどして現在のパートでも出番はありました。しかし金井尊出さんや美咲あやめさんよりも知名度のある岡山天音さんの方が出番が少ないことにも違和感があるので、最終回までの後半に彼の最大の出番が待ち受けているのではないでしょうか。その予兆として早速今回のラストでは意味深な顔をした彼が東京にいる大輝の前に姿を現しました。次回のお話で藤井の真の姿がわかるのでしょうか。そして前回のラストでしおりが亡くなり、今回のお話でも彼女の件が事件か事故のどちらかという問題から始まりましたね。前回の放送終了後からの視聴者の考察では、後藤が殺したという説が多く見られた一方で、加瀬やあずさも怪しいという見方をされている方もいました。その考察が的中しているかのごとく、今回のあずささんは不自然でしたね。あずさは後藤が寄付金詐欺をしていたことを知りつつも放置し、今回の騒動でも彼を守ろうとしていました。ここまでして彼を守ろうとしているのは、長年支え合ってきたからという理由だけではなさそうですよね。赤いペンの件も含め、あずさは真田グループを守る立場として、たびたび会社に押し寄せてくるアキラや、不正の事実にありつき、周りを嗅ぎ回るしおりのことを疎ましく思うのは自然なことで、彼女には十分動機があります。さらに後藤までも守ろうとしたなら、あずさは元夫達夫の死体遺棄の件を正信と話していた際に、自分も同じようにしたと思うと話されていました。裏を返せば、守る者のためには手段を選ばないと言っているかのようで、これは後藤を守り嗅ぎ回る邪魔者の口封じをしたということなのでしょうか。それとも最愛なる娘のためなのか。最終回まで残りあとわずかです。12月10日放送の第9話もぜひお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。